こんにちは大阪を拠点にコミュニティや手作りを大切にさまざまなアイテムをお届けするスローセレクトショップ3リ,リングスがお届けするコミュニティラジオスリンングスチャンネル今日は特別春分スペシャルということで、えー、ゲストをお招きして3リーリングスのメンバーと一緒に春分を癒う春分をテーマにしたお話をしていきたいと思います。 では、今日の出演者をまず紹介していきたいと思います。えー、私は3リ,リングスにリモートで参加しながら、佐賀県でビッグファミリーファームという自然農の農園を営んでおります、洋知こと一ノ瀬綾子といいます。よろしくお願いします。そして3リングススタッフの大和さん、お願いします。はい。 えー、スリーリンクススタッフの大和と言います。長野県の稲市というところに住んでいるんですけれども、主に、えー、遠隔でというか、はい、リモートでスリーリンクスのお仕事をサポートしています。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして<ー> <laughs> いつもマクロとマイクロでも一緒に番組を放送しています。えー、富田隆文さんです。 はい、こんにちは。うん、大阪の中津からお届けしています。風気工房という、味噌作りや草木染めをする場所であり、最近は書斎として本をいっぱい、風気書房として作っています。そして、この風気書房の本を届けたり、いろんな楽しいことをやるスリーリングスの用、えー、務員的マネージャーもしています。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 そして最後に、えー、今日はスリーディングスとまた別であの地球歴を作っている杉山海知くんにも参加していただきます自己紹介お願いしますはいあのー、静岡はまあ東海道、うん、古賀の国に生を受け百姓を継いでご先祖様り小さな田畑をもらい受け耕しながらも細々と小読みを作りて気づけば半省 骨折りながらも苦労を重ね、えー、命を削って暦を作っております、えーうん、静岡出身六時の父親杉山開一と申します。お<う>お六時六、えー、時 <laughs> 本当 <laughs> それはでした <laughs> すごい大家族なんですね。そうなんですよ十人家族大変ですよすごい。<laughs> 今のャップ萌えってやつですかこ日はね、あの、かいちくん、畑の菜の花の前から中継していただいてます。うん、今日はね、全国的に私は佐賀で、でいちくんは静岡、富田くんは大阪、うんえー、大和さんは長野ということで、みんなそれぞれの地で、でも全員改正ということで。 お日柄もよく始めていいきたいと思いますで今日のきっかけとしてはですねあの先立ちましてこれ収録はもっと早くやってるんですけど3月16日に3ーリングスでえ惑星お話し会というオンラインイベントを企画しましてこれが配信される頃にはもうあの会が終わっているところなんですけれどもきっとなんか 楽しい会になるんじゃないかなと思ってます。ということで今日はもうざっくり「春分」というテーマをもとにあのお話をしていきたいと思うんですけれどもま,まずは暦オタクのタカさんと<え> <laughs>、えー、地球歴のカイツさんに春分というのをお二人がどういうふうに捉えているのかっていうことを。 お話聞いてみようかと思いますが、カイチさん、いかがでしょうかおたくの方がざっくり <laughs>。春 <laughs> <laughs> 分っていうのが、あのー、どういう日なのかっていうのを、まあ、こう理科的なお話になるかなと思うんですけど。はいああ じゃあそこは別に誰でも良さそうだから俺やるか <laughs>、あのー。理科的に言いますよ。<laughs> あの地球は太陽の周りを公転していて、えー、360度一周回っている中で春分点というところを通過する日を春分と言いますみたいな。<laughs> <laughs> でもあの地球力が春分から、うん 始まってるっていうのが、なぜなのかっていうところなのかは。そうね。春分っていうのはさ、まあ、今、高くも言ったように、あのー、太陽光景0度っていうね、人、あのーうん、巡りの中の円のスタートライン。うん、で、今年は3月21日の春分、まあ、実際は6時24分、時、う、刻、ん。うん 待ってるんだけど、うん、でこれまあ物理的に見ると北半球と南半球に光の量が当たるこれ同量だよねと。うん、で北半球と南半球のこの地球のこうバランスがちょうどシーソーがピタッと一瞬つり合うような時、うん、で日当たりと日陰、うん、昼と夜。 うん、お日様、おかげさま、これの長さがちょうどあの陰陽等当分するような形で、うんまあ、それがあれだね、ちょうど中陽を表すというところではまあ仏教の行事にもなっているけれども、うん、それで同時に世界中、どこから見ても朝の日の出の御来光がまあ東から登って、日に沈んでいくと。うんうん、北と南昼と南昼夜 東と西、僕たちが、あのー、こう感覚している世界の中で最もこう釣り合いが取れる時だっていうのが、一つの,あの物理的な根拠だね。だから<で>太陽の周りを地球がぐるっと回るその出発点に来,た来ましたよっていうところ、ね。そう、出発点を、あのー、定めようというふうにしたって感じかな。 で、うん、まあい一番はやっぱり太陽と地球とのこの関係性で僕たちの、まあ、ある種時間っていうのが成り立っているってことを考えるとあの、うん、一番大きな要素としては地球君が若干23度ほど首をかしいで回ってるっていうここが結構否定的な根拠なんだよね。うん、もしこれがかしいでなかったらだいぶ状況が変わってるというか。 もしね、こう、時点が傾いてなかったらどうなると思うん傾いてなかったらどうなるんだろう。<laughs> 規模が大きくて <laughs>。ああ、でも四季、四季とかがなくなっちゃうのかな。四季がないよね。それに、なんか、うんあの、日照時間も、まあ、ほぼほぼ毎回同じみたいな、うん、緯度によって。 みたいなそんな状況になったら、うん、うん、なんだろうなんだろうわからない。全部サボテンとか松とかなのかな彼 <laughs>、うん、らのがあるってことを考えると、<laughs> うん、なんか、厳密に四季のないものだけになってくる。だから、ね、こう、花も咲かなければ米も食べれないしっていう。うんうん、ほとんど 生態系生物時間の営みっていうのがある種ここの中に紐付けられてるっていう、うんうん、そうそうまあこれが一つのまあ一日の移り変わりを大きく変えてる部分で、うん、一日の地球の時点のことはねローテーションって英語で言うけど、うんうん、それがあのロールという一つの役割であったりとかルールっていう一つの法則性だったりとか。 まあコントロールっていう部分につながってくるで大まかに全体コントロールされてるのがこの光だから、うん、で特に北半球の中で僕たちって中緯度帯に位置してるけどこの中緯度帯の季節感の変化が半端じゃないからね、うん、うんそういう意味でかなり春夏秋冬っていうものに対する意識が高いエリアに生まれてる。うん、うんうん これほどはっきり好きがある地域ってあんまりないんでしょうからね。ないよ。だってさ、うん、あのー、最高気温が、あのー、プラス41度なのよ。日本のね。うん、これまでのと。うんうん、で、最低気温が、あのー、マイナス41度なのよ。うん。<laughs> すごい。 考えるとプラスマイナス82度なぜ、うん、度 <laughs> 沸騰するやん,度だんお風呂 <laughs> お風呂一度上げたってあれなんか熱いなぁいながある我々にとって82度のレンジの中に生きていてなおかつ海洋性とそれからねあの山岳のあたりまあ言ったらもうキーセップが完全になんだろう,、うんこう もう季節の何だろう,もうまあそういったところでやっぱり暦がガラパゴス化していくっていう土壌はあるよねうんうんうん、小読みがガラパゴス化うん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 うガラパゴスうんうん <laughs> うん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 のんうんうんう ある種のところで、あの、独自な生態系とかが発展していくっていう。ねあのー、それが明らかにやっぱりこの日本っていう風土の中にあって、うん。暦、うん、自体はさ、もちろん、あの、紀元前4000年ぐらい前からずっと大陸からずっとつながってきてさ、律令制度とともに、この、あの、社会システムの中で、割と、ね、あの、近代、ここ1000年、2000年で、 こう入ってきてはいるけど、でも、本、うん、ほど、それをなんか細かくアーカイブして仕分けて、で、文化にしつつ、なんだろう、それを体現するっていうところで、独自な、ね、この小読み文化みたいなものを編み出してる国はないよね。うん。うん、そこ、ね、日本のすごいところだなと思って、改めてなんかそこを。 あれかな今年は特に意識したかな、うんうん、今年はい、意識したというと今年それをやっぱ強く意識するきっかけになってるのは今の暦を使い始めてから150年経ったねっていう一世紀半約まったいだこの状態があの今はディフォルトっていうかね、標準になってるけども その言ったら土曜半休日曜休日制とか24時間制みたいなのが始まったっていうのは150年って言ったらつい最近のことだからね。でそれの前はどうだったのかなとかこれから先どうなっていくのかなとか、うんうん、そういうことを考えた時にやっぱりその暦っていうものをすごい見直してみると。うん なんで日本だけこういう風になってったのかなっていうところにやっぱり目線がいくかなと。う,う,う,うん。うん。そっか。今年、グレゴリオ歴が日本にやってきて150周年というところで、うんまあ、地球歴、地球歴はもうでも何年目ですか作ってから。地球歴はね、16年目。16年か。うん。 16年目だけど、もう毎年、改歴を積み重ねてる。という暦は改歴され続けていくものだと思ってて、そもそもがね。うん。あのー、やっぱりね、まあ、普段僕たちってさ、あの、単純に数字を追いかけて、まあ、ある種、もらい物っていうか <laughs>、いただき物をただただ、あの、数えてるっていうだけなんだけど、あのー、うん、前提、暦って作者がいるんだよね。 こうやってさあの自然に生えてる野の草花とはもう決定的に存在が違うから、うんうん、人がそのために作っているものだから、うんうん、それを意図している人がいる、まあ、ある種あの楽曲であるなら作詞作曲者がいる,だいるんだよっていう話まあ音楽っていうよりももうちょっとなんかアーキテクト近いから やっぱで設計者な,なりのこう意図が存在しているっていうそう考えると、あのー、今は本当に誰がどう作ったのかもちょっとね分かりにくい状態になってるしでそれに昔から暦はあの常にこう僕たちの観察する技術と能力によって 進化し続けてきてるから。うん。うん、うん。そう。16年経っても試行錯誤してたりはするけど、うんうん。何をそこに書き込むかとか、どういうふうに見せるかっていうのが、毎年変わっている。そうだね。うん、なんか、 大きくは変わってはいないんだけど、あのー、そこはやっぱり変わらない部分っていうのがすごく、ね、暦の中では大事なところでもあるんだけど、ただそれの、こう、こちら側の理解なのかな、だから毎年自分のその理解、うん、反映したものをこう作っていく。うーん,うん、うん そう,そういう中ではちょっと今年は海歴150年もあって月めくりの暦を作ったりとか割と自己表現が入った作品なんだよね。うんうん、どちらかというとなんかあまり自己表現をしないことにすごい意識を向けてたからこれまでは。うんこイテストがすごく濃ゆい 今年の地球歴と月めくりカレンダーっていう、うん、<laughs> ことになるんですね。うん、そうだね、特に月めくりに関しては、まあ、ほぼほぼ,ほぼ、なんだろう、まあ自分の中で、あ、これでいこうって決めて、うん、で、そう、まあ大きなところでは一句区んだっていうところが、うん、あんまり僕、なんだろうな、そういう。 ガイダンスみたいなことをあの書かないで来てるっていうのがあるんだけど。あうんうん<ー> <laughs> うんうん。<laughs> あの、月 <laughs> のところにこう書いてある。そうそう、ちょろちょろっと。がね、うんうん,、うん、んだっていう。まあ、あれを入れるのも僕的には非常に勇気がいることではあるんだけど。でもこう、リズムでその月のイメージというか。 もちろんかいちくんテイストなんだけど、あのー、すごい、はい、入ってきやすいというか。そう、あのー、やっぱり暦って地図だし、すごく客観性を持ったものであるっていうのが前提としてあるんだけど、うん、ただそれを受け取った人がどういうふうに感覚したかっていうことが呼び水になっていく部分もあったりとかして、ううううんうんうん、うん、うん、それす全てないんだけど、ただ、

感じ方はまあみんなが感じてくれて、でその中でこう成立するっていう、うん、なんかある種、すごい大和言葉を使った間合いの中にお互いを存在させる企画みたいなものっていうのが、うん、あのそこにはあって。で、そういうのをまあ僕たち日本人って何だかう歌いを見てやってたからね。うん <laughs> 何食べながら歌を読み、うん、月を見て歌を読み風が吹いたら歌を読みみたいな、うん、歌読みのこと <laughs> うん、あるっていう中でこのあと大和言葉っていうのもすごく見直したかなこのやっぱ怪力150年で怪力で失われたものっていうのがその暦だけじゃなくて言葉とか文化の 読んでいるでしょうからね。百五十年でずいぶん忘れられたものとか。そうね。うん。うん。